心ついた時に持った夢はお医者さんでした。お医者さん、なんか私ちっちゃい時に小児喘息でよく病院通ってたんですよ。だからその病院が小児科ってところで、で川口先生っていつも仲良くしてて、全然おじいちゃん先生だったんですけど、でその川口先生のとこにずっと行ってたから、私大きくなったら川口さんになるって言ってたらしいです。でもそれはなんとなく覚えてて、でもお医者さんになるには大変なことがたくさんあるって分かってから、その夢はなくなりました。で小学校の時に、小学校4年生の時に私一回引っ越ししたんですよ、親の転勤で。で田舎から都会に引っ越したんで、なんかすごいそれで結構私の人生観が変わりました。なんかもうその時は全然その当時の田舎しか知らなかったのに、急にビルがあって大きい商業施設があってみたいな、すごい遊びの幅も広がるしっていうので、そうなんかすごいワクワクしてたのと、これって使っていいやつですか、使おうかな、ちょっといいですか、ちょっとさっきからずっと思い出しながら、あーちょっとおしっこしたいなって思ってて、おしっこなんですけど、もううんちは多分